新年明けましておめでとうございます。さくらゆのです。昨年はさぬき映画祭ショートムービーコンテストで全通じ的な恋の始まりの物語がグランプリを受賞したのをはじめ、たくさんのお客様にお越しいただいた未来映画社短編作品上映祭桜祭りを開催。未来映画社 GoNEXT 企画作品アナログタイムスがあわら湯煙映画祭にてグランプリを受賞したのに続き、神戸インディペンデント映画祭では観客賞をいただきました。京町中映画祭では拳銃と目玉焼きを上映していただき、12月にはなんと映画ご飯が36ヶ月連続上映を達成しました。観客動員数は現在1万1600人にも及んでいます。たくさんの皆さんに応援していただき、実りのある1年でした。本当にどうもありがとうございました。さて2020年、今年は未来映画社劇場公開作品第3弾サムライタイムスリッパーがいよいよクランクインします。私も脚本読んだんですけど、すっごく面白くて最後泣いてしまいました。とっても楽しい作品になると思いますので、皆さん待っていてください。今年も引き続き未来映画社とさくらゆうのをどうぞよろしくお願いいたします。皆様にとって今年一年が実りのある素晴らしい一年になりますように心から願いまして、新年の挨拶とさせていただきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。